はい、皆さんこんにちは、たけしです。今日もね、松尾の日本史進めていこうと思います。本当はね、日本史はね、様々な時代、様々なジャンルのところから、みんなのね、面白い話を引き出せればいいなっていうふうには思ってはいるんだけど、今さ、コロナの問題があるでしょで、コロナが終わった後、まあもちろん今すごい大変な時期だしね、コロナが終わった後もどういう世の中になっていくかわかんないね。 こういうね、いわゆる危機的状況の時に覚えておくといいなと思う人がいるからね、その人の紹介をしようと思う。1902年に日英同盟が結ばれました。これ聞いたことあるね。大体中国の、中学の教科書でも高校の教科書でも、義和談事件、北進事変、日英同盟はね、1ページにまとめて書かれてあるような内容なんだけど、ここにはね、ものすごい すごういうことが書かれてるんだよ。日英同盟ってまず何かっていうと、日本とイギリスの同盟なんだけど、これ結ばれた時の世界の反応ってどんな感じかっていうとね、えって感じ。えって感じ。えーえー、って感じです。なんで日本なのって感じ。イギリスってね、当時世界のトップです。それがね、アジアの小国で開国したばかりの日本と同盟を結ぶなんて信じらんなかった。うん、あるよね、みんなも生活の中で。なんであいつなのとかね。 なんでこれなのみたいなええー、他にもっといいのあるんじゃないって思うのがあるよねでもイギリスが選んだのはね日日英同盟日本でしたなんでかっていうと義和団事件北進事変っていうのが中国で起こったんだけどこれはねものすごくピンチな事件です イギリスの中でね、日英同盟、日本を推薦した人物にとっては、命がなくなりそうな、いや、その人だけじゃないね、本当にね、そこにいた人たちの命がね、すべて失われてもおかしくないような事件でした。そういうね、暗い事件のところでね、輝きを放った日本人が一人います。それが、芝五郎さん。 芝五郎。ね。覚えとくといいよ。名前がいいね。芝っていう名前はね。私、ヨガが大好きなんですけど、芝様っていう風にね、神様の名前でもあるんですけれども、その芝様。ちょうどそうだね。夜空の中にね、芝様ってね、月の、月を象徴する神様だから、夜空の中に輝く月みたいな感じで、疑話談事件の中でね、芝五郎さんはね、めちゃくちゃ輝きます。えー、どういう事件かっていうとね、当時中国はね、あの、ヨーロッパから、 ほぼ植民地一歩手前ぐらいのところまで、えー、侵略をされていました。その中でね、ボートと化した人たちがいるの。ボートって何かっていうと、あのー、学校の不良の喧嘩どころじゃないからね。本当に武器を取って殺すってことです。ね。そういうことが、やるぞーっていう雰囲気になった。ね。えー、殺戮していくぞっていう感覚が、ギワランっていう人たちのグループの中で盛り上がっちゃったんだね。で、 北京の方にその軍勢が置きかけます、押しかけます。北京の中に北京城っていうのがある。だいたいね、800メートル、900メートルぐらいの四方だと思ってください。その中にね、外国の公使館がね、集まっている。つまり外国人居住区ができてたんだね。日本ももちろんそこに住んでるんだけど、あの、ヨーロッパのね、フランスとかイギリスとかもそこの中に集まって住んでたんだね。もちろんそこにいる人たちは軍人じゃないよ。そこに、 外交官として来てるわけだから、普通の人。例えばさ、ちょっと想像してほしいんだけど、例えば私大人じゃないでもさ、そこの家の壁、リアルに想像してね、例えば君らの家の壁がいきなりボーンと、大砲かなんかで撃ち抜かれて、そこから武器持った軍人たちが押しかけてきたらどうする武人とか、怖い人たちが。終わりだね。それと同じ。 ね、普通の人のところにボートとかした人たちがやってきたんだけど、北京城の周りを囲んでた人たち、まあ、義和団はね、20万人ぐらいいたって言われてる。あの、20万人って半端ないよ。ね、ものすごい数がいた。で、その北京城の中にいた人たちっていうのを守らなきゃいけない。当然ね、北京城の中にもね、軍人たちがいます。日本兵もいますし、イギリスやフランスの兵隊の人たちもいます。でもね、600人弱です。600人対20万。 結果見えてるね。でもね、実はこの600人の軍人たちと、あとは中にいた普通の人たちの努力で、2ヶ月間耐えしのぐんだよ。どうやっていいそういう危機的な状況の中で、少数の人数で守っていくために必要なのはね、一致団結する力と、強烈なリーダーシップを持った人。 これが必要になってくる。もちろん、リーダーシップだけじゃないよ。胆力。ね。あの、肝が座ってるとかって言ったりするね。勇気。頭脳。ね。えー、ピンチになった時にパニックになっちゃダメだから、どんな時にも冷静に判断できる。そして、誠実さの取れる人として指揮したのが、芝五郎さん。かっこいいでしょ当たり前だけどね、一番最初から芝さん、ぜひやってくださいってなったわけじゃない。 ヨーロッパの人たちはね、当然軍人さんたちはね、プライドが高いし、アジアっていうところでね、日本はね、やっぱりそういうレッテルで見られてるから。で、そうやってね、ギワダン事件のが行われていく中で、その立ち居振る舞い。大体いいさ、緊急時の時に、この人の近くにいたら安心だなっていう時ってあるよね。ああ、すごく安心するなって。柴さんの振る舞い、識力、そして統率力、行動力、人となり。 この人しかいないって途中でなるの。だから、芝さんのもとに、わずか600名ぐらいの人たちが集ま、えー、と軍人たちが集まって、ね、えー、守り抜くっていう作戦です。守り抜くです。で、どんなことがあるかっていうとね、あの、さっきも言ったように、義和団って、あの、普通のね、民衆のボートだったんだけど、途中からね、中国軍も義和団の方に加わっちゃうんだね。 で、中国軍を加,って加わって、大砲とかで北京城を撃つんだって。そしたらね、壁に穴が開くでしょ穴が開いたら、そっからね、ボートがバーって入ってくんだって。それを倒していったりとか、そういうことやったんだって。なんで芝さんね、そういうことができたのかっていうとね、実はね、芝さんってね、仕事もめっちゃできるんだよ。軍人さんで北京城に来るでしょ そしたらね、いろんなところにスパイは貼って、情報も集めまくってたんだって。そしてもう一つね、イギリス語も、そしてフランス語も堪能だったんだって。だから、状況、地理的な状況を全部完璧に押さえてる。そして語学等語学によるコミュニケーション力も問題がない。そういう事前準備があったんだね。柴さんってどういう人かっていうと、幼少期の話するね。幼少期ね、柴さんのお父さん、 柴さん一家ね会津って前ちょっと話したね戊辰戦争の時に幕府軍についてずっと幕府の要徳川氏のいわゆる護衛として最後まで戦ったのが会津でも薩長に負けてしまって会津藩っていうのはねいわゆる薩長に立、ね、てついたっていうところであの辛い少年時代を過ごすおばあちゃんお母さんお兄さんのお嫁さん お姉ちゃん、妹も死んでしまったと。そして戦争が終わった後は、自分とお兄ちゃんはね、あの田舎のすっごい貧しい地域に送られたんだって。で、ご飯も食べるものがない中で、一生懸命勉強して、軍人になるんだって。で、軍人になって、そして北京に派遣されるようになる。当然、その勉強の中で、英語もフランス語もできるようになってる。そしてね、司馬さんね、心の中に寄してたことがあるんだって、寄してたというのは、決意してたことがある。何かっていうとね、 今こそ、自分は、この人たちを守る時だっていうふうに考えるんだって。昔、自分がちっちゃい時、大事なものを守れなかったと。戊辰戦争の時にはね、まだ10歳未満,満たないぐらいだったって。だから、大事な人を死なせてしまったんだけど、今は守り抜くぞっていう、まず、気持ち。芝五郎さんってね、頭もめっちゃ良かったんだよ。すっごい勉強したから。だからみんなね、勉強絶対した方がいいよ。 やるんだったら全力でやりな。いつか役に立つ。英語もフランス語も堪能だったから柴さん、そのピンチの中でみんなを助けることができたんだね。軍人さんとしての能力も高かったんだよ。つまり、やるべきことに全力を尽くしてきたから、いざという時にその能力を発揮することができたんだね。そしてもう一つね、教育。 いわゆる教育っていうのは学校の勉強だけじゃなくてね、自分の心にどんなことを思っておくか、どういうことを考えながら過ごしていくかっていうのはね、将来ね、本当に君らの人間を人生を作ります。心作っていきます。あの、芝五郎さんね、辛い時期を過ごしました。で、家族の人がね、えー、死んでね、悲しかったりとか、あの生活が苦しかったりとか、でもそれでも誇りを捨てなかったりとか、ね、誠実さを保っていられたりとか、 芝五郎さんね、何にも持ってなかったと思うよ、お金的なものは。貧乏だったと思う。でもね、心すっごいかっこよかったんだよね。そういう内面のかっこよさ、美しさ、これをね、芝五郎さんからはね、学ぶことができるよ。だからね、今日ね、ちょうど満月がちょっと過ぎたぐらいかな。えー、曇ってるかもしれないけどね、空見るとね、周りは暗いけどね、お月様が輝いてるから。 ああいうイメージをね、胸の中に持つといいよ。普段からね、意識するといいのはね、誠実であるということ、嘘をつかない、悪口を言わない、弱い人の味方になる、自分よりも他者のことを優先できる、そんなことをね、気をつけながらやっておくとね、ずっとそれを積み重ねていくといざという時にね、力が発揮できるからね。ね、こんなこと言いながらね、俺もね、決意してます。一生懸命頑張ろうと思います。何を頑張るのか。 えっと、体の外にはね、見えないけどね、心の内面線がね、強くなるように頑張っていければいいなと思います。もちろん強さっていうのはね、優しさとイコールだと思ってますけどね。はい。今日も松尾の日本史、しんみりした感じになりましたけれども、以上になります。じゃあ、みんな勉強頑張ってね。そしてね、鍛えていこうね。えー、次の時代に備えてね、頑張っていきましょう。では、バーイ。たけし。